何にもできないんですね。だからリズムというのは血液の流れと一緒で、このリズムが悪いと、ああ、だだだっていうのは気持ちよくないんです。血液の流れ。川の流れと一緒で、リズムっていうのはもうとにかく流れてる、もうこれに尽きるんです。で、私一人がやっててもそうがありませんので、これでセントトーマスという曲に、何言ってんの？2人に入っていただいて。入っちゃうの？え、そうなの？これはあのジャズの曲ですね。トニー・ロリンズという方のお箱で。で、ここに勝さんと高橋さんが入ります。これ、民謡だったって説もあるんですよ。あのトニー・ロリンズが、まあ、撮ったっていうか、作ったという意味は、まあ、思われないけどね。だからまあ、それでここから前から、こう上げてみます。Thank you.
いやいや、よかったよかった。ありがとうございました。素晴らしい。どうもありがとうございました。Thank you.
呪われて引き寄せられた。リマーマーリってやつですよ。違う、ラーメンシーアは。ラーメンシーアは、どこに使えます。この、やっぱり、吉田さんが捕らえられて、こう、私、あまり連れていかれるんですよ。そう、ラーメンシーアは。イエモンドロイエモンドロって僕らが言えないよ。僕らは言えないよ。そこの曲はな、なんか情がね、あってね、出てくんですね、ずーっとね。絵がなってます。あれ、怖いです。水月物語違うけど、入ってないと思いますね。もともとだから、あるし、映画館で見たら怖いでしょ。あ、映画館すごく怖いですね。怖いでしょ、あれ。普通の感じにだだだだってみんな一緒に見たら、ふっと見たら、誰もいない。うわーってね、その遠くからあいつどういう反応するだろうっていうね。いや、もう、夏はやらないといけないですね。そう。怖いですね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 。いや、この件にこう見つめられて、あのこの3人だけっていうの結構辛いんだけどね。思ったんです。もうちょっとさっき、あの、なんだっけ、あの、そうそうそう、照明を落とせばいい。ああ、そうですね。そうすれば。ぴったりというか、あ、うん、なんとなく。そう、そう、ちょっとね、なんか明るすぎる。そう、明るすぎる。ちょっと。メダルかけるよ、そのまま。パーセンテージでしょ。すぐ芝居小屋があって、そこの座付きの、ね、照明の方が前に手伝ってくれて、そうなんですね、ちょっとこう全部開けるのもやってくれるし、高いところ嫌じゃないですか、もう別にそのままのこれ、はい、やってくれるし、で、あとここ持ってきて持ち込みでこうバー、こういうパーライトみたいな、パーライトを、ね、なんかにしちゃってこうです、うん、あのそういうのを持ってきて、フットライトみたいなの持ってきて、なんとなくこう、ちょっと暗めぐらいが、あ、いいですね、はい、いいような感じですね。
どなたかからあの飲み屋があるんで、はいはいはい、そうそう、で、うん、9月20日お誘いしたらね、